Good luck, Fabio. 皆さんこんばんは。ガリチャンネルです。さあ今日はフェラーリ488チャレンジですね。フェラーリ GT3 チャレンジ、こちらの15分レッドボールリンク10周ですね。こちらのレースをお届けしていきたいと思います。ガイル選手ね、なんとホールポジション、これ SOF1.7K セカンドスプリット落ちなのかな、ね、ガイル選手アイレーティング3100あるのにと思ったらまさかのトップスプリット、1700っていうですね、意外と、ね、低めな SOF でホールポジションです。でね、このローリングスタートで出し抜くのが得意なガイル選手、今回もね出し抜いていきたいと思います。さあセーフティーカーがちょっとね間合いを取りましょうね。さあおっと、2番手のピーター君、そんなに前行っていいんですか。このね、先頭の選手よりも早くね、グリーンシグナルを受けるとね、黒旗ですよ。大丈夫ですか。さあブレーキングでね温めていきましょう。このピーター君はね、周りが見えてないようですね。これは空気読めないタイプかも。さあお、やっと周り見えてきたかな。よし、このタイミングだ。よし、行けよし、OKOK、みんなさあ、出し抜き成功。2番手のピーター君も 0.6 秒、これいいですね。スーパースタート。よし。さあとはいえピーター君が 0.5 秒差ついてきてますね。これはスリップ効きそうな予感。うお、なんか後ろ怖い。ピーター君めっちゃいい突っ込みしてましたね。ガイル選手のブレーキング甘いのか。なんつってもね、このフェラーリ GT3 チャレンジはね、勝ったことがないんですよね。こういったね、SOF の低い、しかもポールスタート、ね、出し抜き成功、こういったチャンスをね、しっかりものにしていきたいですね。よし、いいぞ、よし、ピーター君を引き離している。0.9 秒差、これはガイル選手早い。さあ落ち着いて。いいですね。後続ピーター君 1.1 秒差、その後ろウィル・フォード君 1.5 秒差、素晴らしい。さあこのアイレーティング1500前後のドライバーをこのねドヤ顔で引きちぎっていくアイレーティング 3K ドライバーガイル選手です。とはいえね、このいつもの弱点なんですけど、後半ですね、タイヤが垂れてくるとガイル選手ね遅くなってしまうっていうのがですね、いつもの弱点なので、とりあえずね前半離せるだけね、ギャップを稼げるだけ稼いでおきたいですね。危ない、今あんまりねインカットしすぎるとオフトラック取られてしまいますからね。うーとい。最近このねフェラーリ GT3 488エボ、結構ねなんだかんだでこのポリットレースをねたくさん乗って回数をこなすことによって、まあ、結構性格、車の性格といいますか走らせ方ですねが分かってきて、やっぱりね電子制御を頼りにして、アクセルを踏んで、弱パワーオーバーステア、この状態を作ってですね車を曲げていく、ここがねやっぱ肝なのかなというふうに、ね、感じますね。さあ後続ピーター君いいですね。2秒以上離れた。よし、これはもうもらった。レースは3周目ですね。
ね、一度は勝ちたいですよね。しかもこの、ね、苦手だと思っていた箱車 GT3、慣れると結構いけるもんですね。とアイレーティング、ね、1500番台の皆さんの相手に、ガイル選手がドヤ顔で申しております。この辺りもそうですよね、アクセルを踏んで曲げていくっていうのはね。さあいいぞいいぞ、ね、このこの周りのねライバルの皆さんがアイレーティング1500番台しかいないというですね、この奇跡的な巡り合わせ、これをねしっかりものにしていきたい。さあレースは4周目、3分の1経過ですね。前のシーズンの同じ組み合わせですね、488エボとこのレッドブルリンクはレース出てたんですけど、やっぱりねこの走らせ方がまだまだ分かってなくてですね、で今一つ、ね、中断で揉まれて、確かねインシデントが目いっぱいついて、B クラス降格とかね、そういう悲惨な目に遭っていたような気がするんですけど、いやまだねインシデント全くついてないですし、全然ねレッドブルリンク安全ですよ。こんなに快適なレースができるとは素晴らしい。徐々にねタイヤも滑って、もうすぐね後半に入るとまあまあ滑ってくるので注意が必要ですね。さあ後続、ピーター君がなんか遅れてますね。2番手にミロスラブさん、これはもう盤石ですね。さあレーサー5周目突入、いやーね皆さんなんかね申し訳ないですね、こういったポールトゥーウィンに向けてひた走る、ね一人で黙々とこの、ね、変わり映えのしない、景色を、ね、走るとは大変申し訳ないとは思うんですけども、ガイル選手としては、ね、久々のポール独走、これは嬉しいですね。いかんいかん、やっぱタイトコーナーで、ね、タイヤのスライドちょっと熱だれが感じられるようになってきたかなというところですね。おっと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 、危ない危ない危ない、滑ってきた、注意、ストップ、あ、注意当たった、これはいかん、とっと、なんとか立て直して、復帰、早く。さあこれはなんかめっちゃ抜かれましたね、これいかん。おお、このイン側のあれは、いやーこれは参った、この優勝のチャンスがなんとガイル選手7番手までポジションダウン。おお、これは痛恨。いやーねポール独走が、ね、取れ高がない、絵にならないとはいえ、こんなねこれは決してわざとではありません、ね。これはね素でミスっております。決してこの、ね、バトルのね激しいバトルをお届けしたいからわざとミスって、ねポジション中断まで落として、お届けしようなんてことはですね、思っておりません。
さあこれはしかし、さあクロスでいけない。さあアウト側並びましたね今。まあとはいえどうかなこれ。あ、譲ってくれた、よしよし、引いてくれた、引いてくれた、よしよし。さあ一塁パス、悲しい、パスしたけど悲しい、こんなはずじゃ。さあ次は前を行くダニアさんですね。さあどうだ。あ、まあ、ちょっとこれはイン刺すのは難しいですね。さあどうだ。さあ行ってみよう。さあアウト開けましたよ、開けましたよ。これは抜けない、抜けない。あ、これねイン側滑り込めるかどうか。どうだ。あ、来た来た。うー、危ないな。さあアウトキープ。さあよし、キープ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 。今度はイン側、よし、これはいただいたでしょう。お、粘る粘る。もう一回イン側。よし、さあアウト側からね差し込んでこようかというところですけど、イン側ミドルをキープですね。よし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 、大丈夫。オフトラックだけ、オフトラックだけ、ペナルティ取られてない。よし、さあフォアテイク成功。これでようやく5番手に復帰ですよ。嬉しいけど悲しい。さああとはね追い立てられるのは辛いので、ここはねちぎっていきたいところですね。さあ前を行くのはねビクターさん5秒先なので、ちょっとこれはしんどいですね。残り3周。やっぱりアウトへね、結構はらんでいくのがやっぱタイヤのグリップの低下感じられますね。いや今回もね、試験勉強してない自慢なんですけど、今回どうですかね。確かね5分練習しました。5分練習しました。はい、まあ、5分練習したんですけど、一応ねこの組み合わせは前のシーズン戦ったことはあるので、多分ね IR04 のレースよりはもうちょっと条件的には良いかなと、いう、ね、参加準備ですね。まあ、それでもね練習して5分で決勝っていうのはですね、なかなか、本当はねもうちょっと練習して、出場すべきなんですけど、まあ、とりあえずこうね何が何でも上位フィニッシュっていうよりはね、サクッとサクッと配信用のネタを集めるためにたくさんね、時間効率よく出場し続けるというのがね最近の目標になってますね。さあ前行くビクターさん、なんか落ちてきてませんか。これはミスがあったのか。5秒差だったのが3秒差ですね。今縮まってますね。
このビクターさんに追いつけるでしょうか。なんでしょう今のフェイントは。うん、なんか近づいている気はするんですけど、さあこれがファイナルラップ。あ、まだまだね、1周あたり 0.5 秒ずつぐらいですかね詰めてますけど、追いつくにはあと5周かかるっていうですね。あ、いかんいかん、今のねイン側の縁石ね乗りすぎると跳ねてしまうので、さすがにこのねサスペンションの懐が深い、箱車とはいえですね、やっぱね大きく乗ってしまうとダメですね。まあ、でもねフォーミュラーに比べるとやっぱねだいぶストロークが大きいなっていうのはね感じるところですね。さあ前のね3台がバトルしていて楽しそうというか、あそこに突っ込むとねまた取れ高がありそうな気がするんですけど、じゃあいかんせんファイナルアップ。だいぶ近づいては来てるんですけど、まだ手が届く範囲ではない。いやー届きませんでしたね。フィニッシュ。これはもったいない。もったいないんですけども、多分ね取れ高的にはね結構面白いレースだったんじゃないかなということでね、複雑な心境ではありますけども、はい。というわけで、ポールスタート5番でフィニッシュっていうです ね、なかなか惜しいレースになりました。ではオープニングラップからお別れしていきましょう。うん、このねスタートバッチリだったんですよね。これですよね、もうちょっとこれですね。ここからね、ここでアクセロン。これねスタートもうバッチリだったんですよね。これをねものにできないのがまだまだね箱車初心者のねガリ選手かなというところですね。これは、はい、明日ですね、またリベンジ配信、していきたいと思います。よろしければチャンネル登録や高評価、低評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。